ご会長チャンネル。どうもそうですか。私は今仙台市の一番町で、一番町観音堂に来ています。そして一番町観音堂といったらこの人。今日は特別な会費です。いやー今日はね7日なんですけど。本当は18なんです。本当は18なんですけどもう待てないということでね、ご会長していただきました。で、あのご会長チャンネル。今日もね、またご会長というキーワードをもとに全国を行脚していきます。さあ、今日はどこ行きましょうか。京都とか。京都来ましたね。でも石川さん、なんかさ、京都とかさ、東京とかさ、有名どころばっかり行ってない？確かに。もうなんかさ、絶対行きそうにない私物なんてないだろ、ここみたいなとこないの？絶対に。例えば、どこ私物がなさそうなとこって。ハワイハワイとかどうなの？秘仏あんの？ないと思う。ない。でもさ、日系人もいっぱいいるんだからさ、もしかしてなんか あんじゃないの？サーフィンに乗った秘仏とかさ、そうなんかこう観音様がさ、サーフィンに乗って流されてきたとか、まあ、ないですかね。まあそういうのいいとして、では今日の秘仏どこでしょう？京都。うん、ここどこ行くかです。これはどこですか？そう、今熊の観音。そう、今コム。そう、今って今。そう、今名前がそういう神。今熊の観音寺の秘仏、観音様でしょうか。そう、これは11面観音様だね。この画像に映ってるのは前って、うん、あ、秘仏だから今度は前立ちって。じゃあその秘仏ご本尊はご会長はなしですか？書いてないから多分そうかもしれない。ちょっと見てみましょうよ。どれ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 。あ、うん、あ、ここで、ここのホームページを見て、ご会長どうですか？ここの D に出ると、工房大師さんがここによって、工房大師がそうちょっと時々字誤りながらで、自分で観音図を彫って、工房大師って本当にいろんなことやってるよね、全国で。で、その彫った仏を、また彫った仏を、体内仏にやって、だって掘った仏像の中に仏像入れてるってこと？ああ、でさらにその中に入れてとか。そう、もうそれ的漁師かですよね。的漁師で、秘仏は秘仏のなんか由来とか、秘仏のページないの？これ全然違う。本堂様だから。ご本尊は公式サイトの中でもこれ奥まったところに。あ、いたこれ本尊の前。ですね、なるほど、この建物は、1712年に建立されたもので、あ、結構新しいですね。西国霊場の巡拝者にとってはまずここに参拝してから。これって京都？そう、京都。場所が京都。でも熊野ってもしかしてさ、あそこじゃないの？あそこって言う。あ、でも京都なんだ。そう、京都。あ、西国ってのは要するにうちの西日本のことを全部言ってるわけ？そう、全部言ってる。なんなのこの枕カバーって。枕カバー。だから枕カバー観音様が、そんな枕カバー敷いて眠れないじゃん。買ったれてる、そっからなんか枕カバーを何なのくれんの、販売してんの？だから、観音様が枕カバーにプリントされてるってこと？あ、ちょっと違う。寝てたら観音様が枕元にほら、現れて、そっから、あ、それで枕カバーの販売を始めたんですか？そう
加納さんが怒ってないのそれ、違うだろ意味がみたいな。まあほら、あ、需要品ってあれなんかお布施する、お布施寄付するともらえる的な、うん、まあ、じゃあ年中行事見てみましょうか。ババーン。年中行事の中には御開帳はありません。見たことじゃないってこと。ご本尊について何か書いてないの。ご本由来じゃないか、境内伽藍、これでいいんじゃない。で本堂、あ、間違った、うん、本堂の中に、本尊は弘法大師五作と伝えられる十一面観世音菩薩、本尊は秘仏とされていて直接拝むことはできません。しかし代わりに同じお姿をされたお前立ち様が立たれています。ということで、御開帳なし。なし。これ御開帳チャンネルだよね。そう。ということでね、御開帳しないっていう御開帳もやっぱり情報として伝えていかないとね、うん、間違ってね、あの会長見に行っちゃう人がいるからね。ということで今日の会長は、御開帳チャンネルは京都は今熊の観音寺様でした。ぜひコロナが収束したら行ってみたいですね。っていうかさ、京都寺多すぎてさ、すごいどこ行ったらいいのか分かんない感じがするんだけどさ、そういう時ってどうすんの。結局有名なとこ行っちゃうってこと。清水とか、なんか有名なとこあんま行きたくないんですけど じゃあさ、もう誰も絶対来ないみたいな寺行ってみませんか、うん、今度京都の、うん、ね。ということで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。